どういうこと？どういうお笑い？うるさ。始めていきますか。これたまたまあのフリーゲームのところで探してたときに、あのデスマスカレードっていうのがあって、なんかそのゲームサイトって普通なんていうんでしょうね、あのキャラクターとかがちゃんとこう洗練されたものだと思うんですけど、これってなんか実写のやつがゲーム化されてるみたいな感じで、なんかめちゃくちゃ面白そうやなと思って、でサクッとできるみたいなんでやっていこうかなっていうふうに思います。いやニューゲームパッ、なんか音もすげえいいよね、パッパッみたいな、パッ、ここはとある、平成な住宅地、そこには最近幽霊が出ると噂の家があった。しかし散歩中のとある男に目をつけられてしまう。幽霊だけになる。え？これに、これ日本、日本やん。え、ジャパンやん。え？泊まれ、お前の家ですか？あれ何これ、誰お前。ブリスって書いてあるの。一番なんかバスケットプレイヤーっぽい感じの人が来たけど。しばき、たい、いや、しょうもな。名前めちゃくちゃしょうもないやん。いや、確かにこのゲームの入りからちょっとなんかしょうもなそうな匂いはしてたけど。ネクスト。いきます？パッ。この音がいいね。眩しい。全然、もう、昼夜逆転してるやん、撮影した日が。いや生活音がすご。いやお前かーい、ラファエルやんけー。いやお前、え、どうしたん。はいはいはい。いやそん、しばくぞ。え、しばきたい、しばく、選択肢が2個しかない、しばくぞ。え、ど、わからんわからん。全然世界観がわからへん。え、わからんわからんわからん。怖い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 。どういうこと、世界観がわからなすぎて。帰る。しばく。え、え、回廊しちゃった僕。あれ、もう一回始まったってことこれ。二回目ってこと、しばくぞってこと。え、え、何、え、どういうど、え、なんで怒ったの、もうしばく。た。さあ、行くぞ。いや、弱い弱い弱い。いやいや、弱い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 ね。芝居方弱いねん。で、このオ、ラファエルみたいな人、びっくりした。なに、You win。え、テケル4。はい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 。え、意味、え、待って、全然分からへん、世界観が。何蹴ったお前それ。蹴るな、蹴るなお前それ。リンクみたいに蹴るな。はいはいはい。結構家広いねんの。どこに行こうかな。いや、BGM とその雰囲気全然合ってない。キッチン、トイレ。リビング、はい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 。まあ、なんかリビングってどうなんやろ。リビングに行きます。どんな人がいるか気になるし。いや、またお前いいのかい。競馬見んな、昼間から競馬見るな。いや、それは怒るわな。見られ、見て、競馬でそのな、テレビ見てる時に消されたら、それ怒るわ。めちゃめちゃ面と向かってしばくぞって、それしか言えへんのかいお前は。ちょっとはにやけてない、この後ろから。これにやけてない、この。ちょっとこの頬、ちょっと、へ、なんか笑ってない。効果が上がってない、これ。変える。これ変えたらゲーム終わるんかな。もう芝居ていく、芝居ていって、その、き、あの、行くぞ、このラファエルの、いやいや、いや、すごすぎて、手刀がすごすぎて、もう見えへんかったけど。ジンベエの技みたいになってるやん。五人、鬼瓦聖剣じゃ、いや、うるさい、うるさい、うるさい。もう、うるさいって。ウィンがうるさいんよ。ユーウィンがうるさいんよ。これ、とりあえずこれで照らしていったらいいかな。しかも、ドゥクチっていうのは、なんか、もう、小中学校でよく、その、パンチするときとかで殴るときの効果音なんよ、それ。クソダサ効果音なんよ。じゃあ、
リビングはじゃあみやっぱあと2人いるってことなんかな、その一個一個トイレとキッチンにそのさっきのラファエルみたいなやつがいるんかな。とりあえずトイレ行きます。いや、長ない？え？はい？え？水鉄砲やんこれ。冷たーって、ちょっと冷たーみたいな顔すんなって、おい。バスケットマン、おいおい。冷たーみ。パブルーズ、なんで？パー。しばいたらよく、パーってその声もなんか、ゾクッとする、そのパーの声がゾクッとするなんか。いや、しばけよ、お前、しばきたい。え、負けたってこと？え？最初からってこと？いやいや、リズムに乗るなって。はいはいはい、ええい、うるさーい、うるさすぎる、ほんまにパンチがうるさすぎる。コンティニューってことだよね。え、帰った方がいいってことなんかな。トイレ行ったらじゃあ水鉄砲でやられるってこと。ってことはトイレに行かん方がいいってことだよね、多分。じゃあキッチンに行ったら倒せるってこと。だ、帰るぞっていうか帰る方がいいんかな、どうなんやろこれ。でも、しばき隊、デスモス、マスカレードみたいな書いてたからな、倒していくみたいな感じ、あれ？これ、こうされるんちゃう？後ろから。殴られるパターンちゃう？いや、違うわ。はいはい、二択ね。水道を調べる、棚を調べる。まあ、水道ちゃうなんかな？いや、水道やったら水鉄砲来るか、もしかしたら。いや、わからん。いや、水道？だ。はいはいはい、洗ってる。あ、後ろから狙われるパターンか、まさか。違う？しかも全然生活感ないんよ。ミニマリストかな？このもう、キッチンの周りが。全然ない。キッチン用具、死んだってこと？え？お前やっぱ水に弱い？相性最悪？お前、パそのパってやめて。その負けのあれやめて、パーのやつ。ゆう、お前水に弱かった、やっぱり。バスケットマン。もう全然分からへんねんけど、このゲーム。いや、また最初からや。またうるさいね。うるさくなるよね、これまた。うわー、なるよね。いや、もうまたうるさいから、これ。もううるさいって。うるさい。まあ、とりあえず、キッチンに行きますと。で、水道と棚があるから、水道はだこいつは水に弱いってことが分かったんで、もう水系の選択肢は選ばない。でもまあ気になるところではあるけどな。まあ、この棚のね、次棚を調べるっていうのを。あ、ルーズ。あれ？ロース。だ。いや、ちょっと分からん。棚を調べる。いや、すごいハイテク。うちの家にはこんなものはない。いや、待って、はいはいはい、アイテム手に入れるってことね、水鉄砲で、あのラファエルと戦うと。ちょっと漏れてるやん。うるさいね。アイテムゲットとか、その負けた時とかの音量がもううるさいのよ、お前の。しかもちょっと漏れてたし、水鉄砲で、まあ、切り替えていくわ、とりあえず。で、水鉄砲もらったから、こいつとあのさっきのラファエルと対決すると、水鉄砲でってことなのかな。しかもずっと、もうね、動きが格ゲーなんよ、こうやって。なんか一時期流行ってね、TikTok とかさ、YouTube のショートとかで。短い動画のやつ、格ゲー。さあ、行くぞ！あ、来た来た来た。え？弱い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 。いや、弱い弱い弱い。水の発射のあれが弱い弱い、お前。ちょっといいやつか、お前って。しかもうるさいねん、ほんまに。もうパーの声がうるさすぎる。しかも水鉄砲弱すぎ。デュクシ。あと一機か。じゃあ、あと一機どこへ倒すやろな。いや、もう全然、でも行くとこなくない？もう。あと一人か。そう、僕も思ってたんですよ。あと一人。あれ？いるくね？右側に。仮面かぶってるやん。こんな可愛い音でお風呂上がる？お風呂沸いたってこと？閉めてくださいって。もう沸いてない？まだ沸いてないってことじゃない？いや、ちょっとわからんけど。生活感めっちゃ出てるな。あれ？いないな。
いや、これはお風呂に入ったら死にます、確実に死にます。なので代を調べます。これはた、もう読めてきてるから、このクソゲー読めてきてる展開が。助けて、いや、ダイイングメッセージ、助けて、ベランダ、確か3階があったな。水の音は心地いいけどね。助けてベランダ、さあ行くぞ。もうなんかよくある展開すぎて。いや、飾るな飾るな、仮面を飾るな。いや、お前が待ち受けてるんかい。しかもこの家めっちゃ広いし、何その手、何その手、何その手、何チェケラーみたいな、クソダサやでそれ。ベランダしかないやな、ベランダに。しかも広ない、この家めっちゃ。3階建て、都会にいてればこんな感じに広い。んー、どういうこと、トーマスかな、トーマスが置いてある。え、風強すぎやろお前、すでに死んでいる。この住人すでに、お前は住人やった。いや、ベランダ狭ないか、許せねえ。いや、怒るポイントどこなんやお前、沸点がわからんお前の。いや、お前そんな手、もっと丁寧に置けよお前、人死んでんねんぞお前の、お前の世界観から言ったらそれ。いや、いる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 って、なんで気づいかへんの。え、いるいるよ、左にいるって。あと一人倒すべきやって。また上下に動き出して格ゲーの雰囲気を醸し出してきてるな。近い近い近い、芝生像。半笑いしなかった今、カフォンって。にやけてなかった今。どういう、え、戦い、え遊戯よ。待って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 。ちゃ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 、えどういうこと、違うゲームになってるんよ、これ。違うゲームになってるよ。遊戯よ、違うゲームになってるよ。いや、床に置くな。丁寧に置くな。え、ドローみたいな感じ。オープン、トラップカードやん、それダメージ食らうってやつかな。鎖付きのダイナマイト見たことある、しかも古いカードやし、これ。爆弾が間もなく作動する。お前は2人とも逃げんの、でもどういうこと、もう全然お話の展開が読めへんねんけど。急げ急げ急げ、いや、見上げてない、ちょっとやっぱり、いや、ダサ。靴2個しかない、しかも同じような靴。何を見てんの何を見てんの、どっちの靴やろなみたいな感じ。ああ、そういうことね。いや、普通に隠して帰るやろ、倒すために。全然緊急な音よ。そう、なんかもうこの家に合ってないけどな。ということ、そのまま逃げたらいいやん。しかも、え？爆発したということかな？家のアイコンがもうフリー画像がいいよ、それ。でも爆発、去っていくみたいな姿がちょっともうなんか表してるんかな、この絵で。見にくいな。隠して家に住み着いていた幽霊は一掃された。また一つ町が、芝木隊ね、芝木隊によって救われた。彼が次に向かう散歩先は君の町かもしれない。いやいや、爆発させてるんよ、爆発させてるから、そういいグッドエンディングとかではないんよ。これどういうこと、これ1個しかないんかな、エンディング。やっぱ2人でやってたんかな。まあ、ちょっと終始一貫してそのゲームの、その世界観が分かんなかったんですけど、これ何を
目的に作られたよな。でもまあ面白い、今までにないゲームではあったことは確かであるけど、まあ、しかも出てくる2人がね個性的やったからね、余計思う、なんだろう、引き込まれる部分はあったけど、展開がもう分からへん。はいはい、来た来た、はい、まあ、スタートに戻ったってことね。感じでね、まあ、まあまあとりあえずこんな感じで、まあ、終わっていこうかなと思うんですけど、まあまあこれからもね、まあ、クソゲーというかこういうね面白いゲームをね、まあ遊んでいけたらいいかなって思います。まあご視聴ありがとうございました。